したいと思います。キラーポイント獲得です。せっかくなんだ。トレーニングでしたっけ。こんばんは。忘れてる。そろそろガンダムくるくる。召喚チケットっていうのがありますね。いろいろもらえるみたいです。さあ、せっかくなんだし。はい、お、コンプリート。武器す、お、いろいろ条件があるみたいです。うん、ないともあげられない。そうか、キララポイントが溜まってないからか。ちょっと困って。おお、グッジョブ。キララポイントはなかなかやりますな。バージョンアップに必要ですね。さーて、今日も気合い入れるぞ。今夜はお月様が綺麗ですね。そろそろクリスマスキャラクターの召喚がある。召喚じゃない、まあ召喚だけど、ピックアップ召喚があるということで、一回だけやってみましょう。チケットを使います。行ってみましょう。さあ、どうだ。通過じゃ青葉か。でも次回も頑張ります。なんだかな。またいつでも来てくださいね。今夜はお月様が綺麗ですね。せっかくなんだし楽しまなきゃね。さあ、いよいよ、こちら、私にできることがあったら何でも言ってね。エール・フォー・オールですね。こちらですね、いろいろありますね。シーズン2はフルカーレシーブ、花山田、キルビーベイベーから選べるのか。相手が強いほど。そうです、ハルカナレシーブをやってみましょう。属性は、そうか、じゃあ緑だな。緑って風だったっけ。そうですね、風ですね。風間違いない。お、沢谷由紀ですね。小羽大好きっ子。いっちょやってみるか。おお、な、むしろ、あはは、褒められてるんだよね。いやいや、どうかな。ハッティ、さて、どうかな。わーい。さあ、ハルカーレシーブを世界へ移動です。おや、時にでもね。うん、うん、嬉しいです。おほう、うん、それでね。なるほど。うん。どういうことですか。どうしたんだろう、はるか。もしや。大人の事情が。おお。クリアさん。な、何言ってんだ。あら。おお。どういうことですか。おそらくは
よっしゃーだよね、勝つぞ。おお、妖精が熱くるしいぞ。ひゃんって言ったな。お、どうしたんだろう。まさかそうなの。ふう、あは、ちょっと、でしたら、おぉ、うん、時に、そうでしょうか。不安、不安に思うことがあれば、いっ、おぉ、へへっていうのはいいですね。見過ごせませんね。よっと、透明させない。結構強いかも。さあ、息出してみましょう。この辺から見出すんかな。来るぞ、構えて。なんかこいつ強そうだな。これならどうだ。あっと、透明はさせなかったが、結構ダメージ与えられている。私も体を張らないと。あえてキララジャンプ。済まさねえぞ。あ、そうか、1人か。よし、すごいダメージだろうな。よっしゃ、やった。相手が強いほど燃えるよね。さあ、結構スタミナを消費しますね。エイミータイプは変わらないのかと思った。違う、これは炎だ。さあ、大空はるかですね。イエス・アスミスさん。その、行ってみましょう。頑張ろうね。私が何とかしないと。さあ、バトル。おっと、ゾンビ。今流行りのゾンビランドサガかな。よった。よし、そうだ。よし、当たってください。当てた。さあ、ここで交代です。気をつけてね。で、さらに、いつでも準備いいよ。痛い。どうしてなんてこうなるのよ。ってなんて、すごい、これ大ダメージ。一発で倒しました。強い。やったわね。やっぱり全体攻撃は強いな。はるかの仲良し度が、おいおい、どうしたんだろう。はるかの調子が悪すぎるみたいです。
本当？ん？今の謎切り替え。でも、そっか。多分。おいおい。カナタが燃えました。よし、うん、そうだ、そっか、この二人はできてるんですよね。よし、近い近い、ギリギリ膝に乗る。お、どうした？おっと、小羽どうしたんだ？ちょっと、お、できた。死んだ？何で？マジ？意味が分からん。うん、おお、いいね、特訓の成果。うん、お、まさか。泣いてますね、感動なのに。いい笑顔です。呆れた。あはは。あの。そうね。うん。わーい。わーいがやっぱりいいですね。はい、これでクリアです。おっと、ハルカアイシェブ編の試合用って結構すぐですね。収集クエストも出ました。さらにはるかのシナリオもあります。どうしたんだろう。嫉妬深い女子高生。何するのさ。何をするんだろう。うわ。仲いいですよね。相手が強いほど燃えるよね。あ、なるほど。はるかアレシーブ編にも収集クエストがあるんだ。ちょっといいですか、お願いしたい。おお、グッジョブ、なかなかやりますな。ということですよね。いろいろすごいよな。まあ、これは余裕でクリアできると思う。相手が強いほど燃えるよね。上級でも応援合戦できんだな。さて、これは水か。水は苦手なんだよな。そして一体は月を投入しないといけない。こんな感じかな。収集もやってみましょう。水と月、シマリン行ってみましょう。よし、行くよ。やるしかないよね。はい、
強い、なかなか強い。やられる前にやっちゃえ。あんまりダメージ与えられなかった。こっちはこっちのやり方で。何をしてるんだろう。あ、いろいろ毒性がつくのか。むしろ今のうちに倒していた方がいいか。あっと、倒しきれない。作戦通りにね。中ダメージ与えた。これ使います。ぬめってした。いらっしゃいませ。おっと、なんだろう。そこだ。すごいな。お待たせしました。まだですね、もうちょっとかも。しかし、残念でした。今、ただし倒しました。あ、そうか、まだ敵がいるんだ。これで一体倒しました。倒したぞ。ダメだよ、そんなところ。そんなところ、それ。お、戻った。勇気を出してやってみるね。こっちは戻った。これでこんな効力だかんで。それやってみよう。あと、なんだっけ。ダメージ与えたぞ。相性がいいからかな。倒した。なんとは。さあ、ここで島に投入しましょう。間違えた。戦うぞ。これは効くはず。倒したや、簡単に。勝った。強い。スタミナ大回復しましたよ、これ。これだけ集めてもいいかもしれないですね。相手が強いほど燃えるよね。よかったら少しお力を貸していただき。サンキュー。おかげで助かったぜ。いつも会社に泊まってると思われるんだよね。さすがに2日に1回は。ちょっと、もうちょっと神子。ゲームのキャラクターデザインをやってるんだ。あまり小さくならないですね。おっと、300になった。これ召喚しましょう。今夜はお月様が綺麗ですね。そうそう、クリスマスだけどな。いつまでの召喚なんだろう。まあ、クリスマスやってみましょう。
白が出ました。本田たまきです。私僧侶なんですよ。どなたかお怪我をしている方はいませんか？本田たまきもいいですね。魔法使いになりました、千乃です。いろいろな魔法で皆さんに協力します。一生一番ですね。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。仕事しかないですね。しまくります。こんばんは。夜もお手伝い頑張ります。さあ、クエストですが、今夜はお月様が綺麗です。じゃあクエストだ。やるよ。応援チア。私が何とかしてやるから安心し。ひとまずこのクエストをやっていきましょう。クルミレイミーです。私が行く。がいいですね、そこで見ていろ。どうですか？そんな。そうでしょうか。いや、まさか。やめろ。大きな穴？ソーニャか。すごいいい人。すまんな。なるほど。あはソーニャは珍しい。なるほどなるほど。血まみれにするぞ。どうしたんだろう。いや、やってるやん。ピヨ。小羽。なんだ、妖精さんだ。黒。そうだな。いけません。落ちた。小羽、ひずめまで。そいつは貴重な戦力でしょ。見捨てていいの？見捨てていいの？さて。あー、落ちちゃった。これ全員落ちたのか。第2ダンサーのタマちゃんって。そうそう。
そう、小羽は高所恐怖症なんです。あ、チアパワーを吐きだ。あ、来たチアパワー。結構ダメージ与えられますね。こう水着じゃ全然防げない。ここだ。こっち来るな。もうちょっと。やっ。さあ小羽を投入しましょう。張り切っていこう。全体で攻撃使えるんですね。これはいいかも。どんなものでも武器にできる。倒しましたね。勝負あったな。だいぶ強くなりましたね。あのこちらのキャラクターも。私が何とかしてやるから安心しろ。犯人はヤス。犯人はヤスって。引き続き同じ属性ですね。お、ユノ、いろいろいますね。チノ行きましょう。強いですね、このチノは。さあバトル。強いですね、なかなか。オッケー。私を怒らせたな。ソーニャちゃんが。やっぱお前の仕業か。お、集団魔法結構強い。しかも石まで当たった。あ、これ中央域でもう透明させるや。強かった。知能使わなかった。知能選んどきながらなんだよって言われそう。お、落とされた。ドン。自分が取り残された。おお、ついてる。え、なんで健在。お、おかげで助かった。うん。わーいわー。おお。いけつない。よし。みんなのためなら平気だよ。うん。そうだな。はい。はて。あ、後ろ。血まみれにするぞ。
Oh no. そうだな。なんだろう。そうだな。これでキルミーベイメン編もクリアです。いつも私に後ろから話しかけるなど言っているだろう。すみません、お願いしたいことがあるんですか。サンキュー、おかげで助かったぜ。やるよ、応援。あとは花ヤマタを残すのみですけどね。私も応援しています。だから頑張りましょう。はい、なるほどね。私にできることがあったら何でも言ってね。ひとまずですね、ここまでにしたいと思います。今回はアニマエールの続きの、クエストをやっていきました。それとともに、サンタのせっかくなんだし楽しみ召喚音ではですね、サンタの今夜はお月様が綺麗ですね、クリスマスキャラクターのピックアップ召喚も、あ、これ2017って書いてるから、去年のクリスマスキャラクター復刻したものなんだ。クリスマスキャラクターピックアップ召喚も12月10日まで行われております。はい。というわけで、そんなところで、もうすぐレベルアップ、ランクアップしますが、ここまでとしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。